だけど、プライバシーの問題なども非常に難しいと思うんですが、はい、そのあたりは市長はどのようにお考えでしょうか。どういうことですか。その仏道教室に行っているということで、まあ、そのあったり神学に伝わるとかということですか。それが何の問題なんですか。特にはない。え、特にはないの。ちょっとどういうことですか。いやいや、制度設計はこれからでしょうけれども、その学校に行っていたということが分かったら、将来その子にとって非常に不利に働くんじゃないかという懸念。そしたら自立支援施設とか少年とか鑑別所に行ったとかいうこと、子供を何か差別やらなんやらってするんですかね。問題あっちゃいけないですね。だからそれは本来あっちゃいけない話は、社会全体でやっちゃいけないことをやってですね、やっちゃいけないことはやっちゃいけないってことにしてね。でも子供に対するその指導っていうところはきちっとやらなきゃいけないじゃないですか。それは社会の認識ですよ。それはだからそういう施設に対してどういう認識を持つのかっていうのは、それはメディアが一生懸命やってくれないと、ただまあ他の地方ではないものを大阪だけで作ることになるので、大阪のそこに行った子供たちだけは特殊な目で見られるという可能性はあります。そしたら指導を受けないまんまでそのまま卒業させてしまってね、規範意識から順法意識からそういうものがない大人にしてしまうことと、仮にそういう施設に行ったということがあったとしても、もう一度その規範意識や順法意識、順法精神とかそういうものをしっかり備わった形でね、大人になることと、どっちがいいのかって言ったら僕は後者だと思いますけどね。それは子どもたちがその学校にそんなところ行かされたことで、将来何かマイナスになるって言うんだったら、そんなところのそんなことを気にするなよと、その前にちゃんと順法意識や規範意識を醸成してね、真面目になってくれと、そっちの方が重要だよってことを子どもたちに言いたいですけどもね。だからそうならないように事前のルールというものをきちっと5段階で事前のルールを明示してですね、そうであれば親にも責任を持ってもらわなきゃいけないんですね。これからこうなりますよと、でそうならないためにもちゃんと親の指導もやってくださいよってことで、それも家庭にも責任を持ってもらわなきゃいけないんですね。でしっかりルールを明示して、それでこの特別指導教室に入れられたからなんか将来の人生が狂ったっていうのは、それは違うと思いますね。そこでしっかりともう一回学び直して、きちっと集団生活ができるような子供に変われば、そこで多少3週間4週間1ヶ月ぐらいね、そこで過ごしたことが将来の人生にマイナスなんかなるわけないですよ。だいたいこういう新しいことをやろうと思ったら、特に朝日系はそのなんていうんですか、いらぬ仮想のその不安ばっかりを煽って、これが不安だこれが不安だって言いますけど、だいたいじゃあ僕が過去にどういうところで何してたかなんて知らないじゃないですか。ほら言ったってみんなわからないですよ、その子供がどこの施設に行って何をしたかなんてね、僕はだからそういう施設に行ったとかそういうことじゃないですよ。市長のお考えは分かりましたけれども、そうすると市長としてはそういう施設に行ったことは基本的に公表されるべき。いや、公表しちゃいけないですよ。それはそうですよ。それはもう少年や鑑別所とそれと同じでね。ただそれは学校の中ではそれは分かっちゃうんですよ。それは学校の中では。でも一般的にそれは公表するような話じゃないですか。やれば全然ね。やれば、また、じゃあなんでそういう騒ぎになるのかがさっぱり分かんないですけど、何が問題なんですかね。子どもがその今の学校教室の中で1対1の40人学級とか35人学級で1人の先生つきっきりで指導してくれない。でじゃあある学校によってはそれ1人つきっきりでやろうと思ったら、今度は教員が足りなくなって、通常の学級が運営できなくなってくる。もうこんな状況になってるんだったら、1対1の指導が必要な生徒は1対1で指導してあげたらいいじゃないですか。それは別に集団の教室で学ばさなくてもね。でそれも永遠にその個別指導教室でやれっていうわけじゃなくて、きちんとできるようになったらまた戻すっていうわけなんですから。だからまあある意味先生の教師魂からすると、やっぱり自分の責任で全部なんとかしたいって思いがあるのかも分かりませんけども、現代社会ではやっぱり今それ限界に来てますよ。それはね、昔みたいに言うこと聞かなかったら殴るとかね、ケツ蹴り上げるとか、そんなのが許される時代だったらいいんですよ。それができない時に全部一人一人の個人の先生に、生徒のその生活指導から何からを全部任せるっていうのはそれは無茶ですよ。だから
個別指導が必要な生徒には徹底して個別指導する。でそこは教員の専門知識だけじゃなくて心理士や福祉士やいろんな人たちが総出になって、きちんと、構成プログラムを、ね、きちんと適用させてあげる。で元に戻ればすぐ戻してあげればいい。でそれで1ヶ月やそこらそこの施設に行ったからといってそれが高校卒業するかなんかの時に人生不利になるかって言ったら僕はそんなことはありえないと思いますけどもね。